ウェルシュコーギーペンブロークは犬種の一つ。原産地はイギリスのウェールズで牧畜犬として活躍していた。似た犬種にウェルシュコーギーカーディガンがある。1930年代にイギリスやアメリカで別々の犬種として初めて登録された。現在もエリザベス女王が飼っており、ジョージ6世の頃からイギリス王室で飼われていたことでも知られる。 胴長で短足、骨太、非常に短い尻尾を持つ。尾は生まれつきない場合もある。耳がピンと立っている。体重は10から1 5ラム。本来は筋肉質で体力に富む。体毛はダブルコートで保温力に優れ、毛色はレッド、フォーン、セーブル、ブラックタン、トライガルシ。短い尻尾尻尾尻尾,尻尾の長さは、検種スタンダードに含まれないため、 尻尾は生後数週間で切断されるのが一般的であった。もともとウェールズで牧畜犬として働いていた際、主に世話をするのは羊よりも牛の方が多く、牛に尻尾を踏まれて怪我をすることを避けるために、ウェールズのペンブルックシャー州で尻尾を切る習慣が始まったためである。切断の方法は尻尾の根本をバンド状のもので締め付け、 人為的な血行障害を起こさせて行う。尾骨の関節で切断されるため、実施方法によっては、完全に根本から切断されず、ごく短い尻尾が残っている個体も見られる。従来、生後数週間であればこの方法によりほぼ無痛で、断穂ができると考えられたが、子犬でも痛覚が発達しており、負担がないとは言い切れないとの指摘もあって、 動物愛護の観点から暖和が見直される傾向があり、いくつかの国では暖和を禁止する法律も施行されているが、日本では抗議イコール尻尾が短い、またはないというイメージが多いためか、多くは暖和されている。ペットショップなどでは暖和されている状態で売られていることが、ほとんどのため、もともと尻尾が短い、またはないと誤解されがちだが、 本来は長くふさふさした狐のような尻尾がある。一説によれば、コーギーの団子は、耳も尻尾も毛の色も似ている狐と間違いないように、するため、とも言われている。左がカーディガン、右がペンブローク2013年に、イギリスで生まれ、登録されたコーギーの数は241匹であり、絶滅危惧種とされる。その原因として、前述の団子禁止法により、 コーギーの外見が変わってしまうため、ブリーダーが繁殖をやめてしまったという説がある。イギリスで2016年に登録された、新生死は393匹で、依然として絶滅が危惧される状況となっている。クイーンズ・ダイヤモンド・ジュビリー、ジャスト・ハウ・メニードッグズ・ドーズ・シオウン、映像をお気に入りのコーギー犬に、絶滅の危機。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a f p b b c o m スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30026702013年11月6日閲覧。愛すべき英国原産種の犬に絶滅の危機 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3122393ピドイコールレイページイコールに2017年3月24日閲覧ありがとうございます